阿蘇市でも桜の花見シーズンとなり、平成31年3月31日、阿蘇市一宮町の門前町商店街で、道路に畳を敷いてのお座敷商店街が行われました。門前町商店街では、20年ほど前、桜の木20本余りを植樹しました。お座敷商店街は主催者の乾杯の音頭で始まりました。このお座敷商店街は10年前から始まり、商店街の道路に畳を敷いて、観光客たちに畳に座ってゆっくりとお花見を楽しんでもらおうというもので、今年は商店街中心部150メートルの道路に畳180枚を敷きました。今年の桜は例年になくきれいに咲き誇り、花見客は七分咲きの桜を眺めながら、お酒や商店街の名物とともに花見を楽しんでいました。またこの日は寒の戻りで肌寒く、会場には焚き火も設けられました。門前町商店街は昨年10月、商店街の活動が認められて、地域再生大賞を受賞しています。